アフガン・ウィックスはアメリカのロックバンド。1986年、オハイオ州のシンシナティにて結成された。グランジムーブメント勃興期と同時期にデビューしながら、R&B やソウルといった黒人音楽の影響を取り入れた独特の音楽性を展開した。1986年の暮れ頃にザブラック、リップ・ブリキンスを前身として、シンシナティでグレッグで売り、デュリ リック・マッコラム、ジョン・カーリー、スティーブ・アールの4人で結成。デューリーとマッコラムは共に、R&B の趣味を分かち合い、最初にリハーサルとして演奏したのは、テンプテーションズの楽曲だった。1988年2月にデビューアルバム、ビッグ・トップ・ハロウィーンを自主レーベルウィルトラスウェイドよりリリース。翌1989年にサブ・ポップとの契約を交わした。 レーベルにとって初となるシアトル以外の出身のバンドだった。1990年4月にセカンドアルバムアップインイートをリリース。プロデューサーはニルバーナやサウンドガーデンの作品で知られるジャック・エンディノが務めた。収録曲のリターデットがカレッジラジオでヒットした。1992年1月にサードアルバムコングリゲーションをリリースし、この頃より アフガンウィックスの楽曲はより黒人音楽の影響が濃い作風に変わっていった。同年にリリースしたカバー EP アップタウンはアベンデールでは R&B やソウルアーティストの楽曲をカバーした。その後バンドはティーンエイジファンクラブとアメリカツアーを行った。1993年にメジャーレーベルであるエレクトラレコードと契約し、同年9月に4枚目のアルバム。 ジェントルメンをリリース。トップヒートシーカーズで13位を記録。アルバムワップレスから高く賞賛され、バンド史において最も売り上げの大きいアルバムでもある。ジェントルメンリリース後に、デュリは映画、ビューティフルガールズのサウンドトラックのエグゼクティブプロデューサーを務めた。バンドも映画に楽曲を2曲提供し、映画本編に亀を出演するなど知名度を高めていった。 同時期にニューアルバムの制作も進行させ、1996年3月に5枚目のアルバムブラックラブをリリース。アルバムは全米79位を記録し、ビルボードに初めてチャートインを果たした。アルバムリリース後のツアーでは、ニール・ヤングのオープニングアクトも務めた。バンドは、エレクトラとタモトを分かち、コロンビアレコードと契約。1998年2月に、 解散前の最後のアルバムとなる6枚目、1965をリリース。ライブツアー期間中に、デューリーはテキサス州オースティンで暴行の被害に遭い、頭部を損傷し、昏睡状態に陥るが、2ヶ月後に回復し、ツアーを続行。その後、デューリーが新プロジェクトである、トワイライトシンガーズを結成するため、バンドは活動休止期間に入る。2001年に、バンドは、 解散を発表した。デュウリは解散後、トワイライトシンガーズの他にガッターツインズを結成し、活動。マッコラムは2004年に、ムーンマーンを結成した。2006年に、バンドは一時的に再結成し、1965リリース時のメンバーで、新曲、アイアイム、エイソルジャーとマガジンを制作し、2007年1月リリースのコンピレーションアルバム、アンブレーカブル。 A レトロスペクティブ1 9 9 2 0 6に収録された。2012年にも再び再結成し、2014年4月に16年ぶり7枚目のアルバム Do to the Beast を古巣のサブポップよりリリースし、バンド最高の全米32位にチャートインを果たした。2017年5月5日、8枚目のアルバム Inspace をリリース。デュ r i とカーリー ありがとうございます。